アトス山はギリシャ北東部エーゲ海に突き出したアトス半島の先端にそびえる標高2033メートルの山。その周辺は聖教会の聖地となっており、聖山の名でも呼ばれる。アトス山周辺には現在20もの修道院が所在し、東方聖教の一大中心地である。アトス山の名は聖地となっている半島の全域や、 修道士たちの共同体についても用いられることがある。ギリシャ共和国の領内ではあるが、聖山の修道院による自治国家として大幅な自治が認められており、いわば独立宗教国とも言える存在となっている。1988年にはユネスコによって世界遺産に登録された。ハルキリキ半島アトス半島はマケドニア地方から英ゲ界に突き出した。 春木力半島から分かれる三つの半島のうち最北東の足にあたる。この半島は古くはアクテと称された。アトス半島の幅は8キロメートルから1 2トル長さは約4 0トルで、面積は385平方キロメートル程度である。アトス山はアトス半島の先端に位置し、その標高は2 0 3 3ルに達する。 アトス山から連なる瞬間な稜線によって形成されるアトス半島の海岸はほとんどが崖か岩場から成り立っている。緑も深く中世からの自然がほとんど手つかずのまま残っている。ギリシャ本土と陸路でつながっているものの裏のポリから船か徒歩によってのみ入国が可能である。 訪問者の数と滞在期間は限定されており、アトス山に入る前に入国許可証を得ることを要求されるが、許可分配手続きにおいて、政教徒は優先される。ギリシア国籍以外の者は、入山を追日ち8名を上限としており、入国手続きは、テッサロニキにある事務所で行うことが可能である。また、1406年以降、女人禁制となっているので女性は入国できない。 アトス山の居住は18歳を過ぎた男性の聖教徒のみが許可される。その他、修道士ではないが宗教的な護衛者がおり、成長のあるカリエスで修道士でない人々を補助する。現在、の人口は約2250人である。アトス山より眺めたハルキリキ半島アトス山の険しい海岸では、ペルシャ戦争でアケメネス朝の遠征軍が遭難したことでも知られる。 ヘロドトスとストラボンによると、アトス山には当時から人が住み着いており、いくつかの都市があったことが述べられている。しかし、これらの都市の位置は特定できていない。修道士がこの土地に住み始めた8世紀末から9世紀初頭には、すでに放棄されていたらしい。アトス山にはかなり早くから、キリスト教の修道像が住み着いていたらしいが、最初に住み始めた修道士については、 当時のアトス山の状況を記録した文献がなく、その詳細は不明である。文献にアトス山の記述が現れるのは9世紀以降のことである。伝承によれば、生仮民女マリアが旅の途中で嵐にあって、アトスの海岸に避難した時、その美しさに心惹かれ、自らの土地としたとされている。9世紀中期までアトス山には、 修道像の草案が散在するに過ぎなかったが、862年、テッサロニキのエフスイミオスが、アトス山で活動する修道士の集団の長となり、修道院設立の宣鞭をつけた。870年頃には、アトス半島の付け根にあたるイエリッソスに、ヨアンニスコロボスが、最初の共同居住型の修道院を建設している。その後、961年に、 アサナシオスが東ローマ皇帝ニケフォロス2世フォーカスから直居を得てアトス山のふもとにメギスティラブラ修道院を建設するとアトス山は修道院の建設が活発に行われるようになった。1001年には46の修道院を数えるほどになり多くの修道院が半島の外に荘園を抱える大領主の様相を呈していた。聖アサナシオスの遺コ1204年 第4回十字軍によって、ラテン帝国が成立したことにより、テッサロニキ王国に組み込まれたアトス半島は、ほとんどの修道院が荘園を没収されてしまった。東ローマ帝国が再興されるとこれらの荘園は、返還されたが、ミカエル八世、パレオロゴスが拡作した1274年の東西教会の統一に反対したため迫害を受け、さらに1305年には、 オスマン軍に対抗するために、アンドロニコス2世位、パレオロゴスが雇ったカタルーニア、アラゴンの混成傭兵がトラキアからマケドニアを略奪し、修道院もこの標的となって荒廃した。また、14世紀中期には、オスマン軍の略奪行為もしばしば行われることがあったため、一部の修道士はアトスを離れ、他の地域に修道院を設立している。 1356年に設立されたメテオラも、その一つである。しかし皮肉にも、東ローマ帝国の影響力が著しく衰えたために、かえって、ブルガリア帝国やセルビア王国、モルダビア、ルーマニアなどの東欧諸国から、テッサロニキ周辺部、ストリモンガー流域の荘園の寄進が行われるようになり、修道院は再び活力を得ることになった。 グレゴリオスパラマスによって提唱される静寂主義の中心地となり、帝国内で大きな宗教論争を引き起こす。1382年になると、アトスさんはオスマン帝国の勢力下に入り、1453年には東ローマ帝国が滅亡。修道院は免税特権と半島以外の省エを失うことになるが、オスマン帝国は、 修道院共同体の宗教活動と自治を認め、19世紀に至るまで東欧諸国の寄進も行われ続けた。1406年から女人禁制となった。アトスさん修道院が最大の危機を迎えるのは20世紀になってからである。1923年、キ土戦争の終結によってローザンヌ条約が締結され、トルコ、ギリシャ間で住民交換が行われた。 ギリシャ政府は移住した住民の居住地を確保するため、アトス山の土地を大幅に没収した。さらに、1944年に、通軸国であったブルガリア王国が、ソビエト連邦の侵攻を受けた際、アトス山修道院は、共産主義からの弾圧を受け、ほぼ壊滅状態に陥った。現在は、ヨーロッパ各地からの支援によって、宗教的な重要性を保ちつつ存続しているが、 女性の入国を禁止していることについて EU から避難を受けている。女人禁制は徹底しており、自給自足生活のために飼育している家畜もオスに限定される。唯一ネズミ退治の猫のみがメスの存在を許されている。アトスさん修道院に入った修道士は多くが死ぬまでアトスから出ることはなく、アトスの修道士は 何十年も女性を見たことがないものがほとんどであるという。修道士たちにとって女性とは唯一、聖母、マリアだけであるとされる。取材や撮影にも厳しい制限が課せられる。2016年5月、ロシアのプーチン大統領とキリル一世、モスクワ総主教がロシア人修道士の入山先周年の記念行事に参加するためアトスを訪問した。 アトスさんの修道院は、コンスタンディヌーポリ全地創始協調の管轄下にあるが、小読は修正ユリウス歴を使用する、全地創始協調と異なりユリウス歴を使用している。バチカンと同じく宗教を中心地として、実地を行っているが、アトスさんは、より厳格な瞑想と祈りの場であるため、バチカンのような経済的活動は行っていない。 アトスさんの行政上の主席は、修道院の中でも最も大きな5つの修道院、ラブラ、バトペディ、イビロン、ヒランダル、リオニ州から交代で選出される。アトスさん修道院分布図アトスさんの修道院、建築群については、まだ詳しい調査が行われておらず、その変遷はあまり明確ではないが、おそらくカリエスにあるプロタトンが最も古い建築物で、 中期ビザンティンの典型的な平面である内接十字型教会堂である。10世紀から11世紀にはこの制度で長老会議が行われ第一人者が選出された。この教会堂以外の主制度はほとんど三様型を原型とするものでメギスティラブラ修道院の中央制度を規範としている。961年よりも少し後の時代に 建設されたメギスティラブラの中央聖堂は、中央にドームをいただき、三方に半円形の張り出しを持つが、イタリ聖書のアプスに関しては、立地と呼ばれる奥行きの深いものになっており、何らかの儀式のために形成された。アトスさんの宗教的権威によって、この形式の教会堂は、東ローマ帝国が滅びた後も、政教圏に広く普及した。メギスティスラブラ修道院グレートロブラ。 アトス3歳子の修道院。10世紀後半の三様型の中央制度があり、他の多くの主制度の規範となった。バドペディ修道院はタピリ、リビロン修道院にイーバイロン、グルジア聖教会、ヒランダリュー修道院ヒランダー門前に、船着き場が設けられている。セルビア聖教会、ディオニシュー修道院、ダイアニジュークトゥルムシュー修道院、カウトロムザパントクラトール修道院、 パンタクレイタークシロポタム修道院、ザラパタムゾクラフ修道院ザグラフを、ブルガリア製教会、ゾグラフ修道院とも、ドヒアリウ修道院、ドチアリオカラカル修道院、カレコルーフィロテウ修道院、ファイラテシモノス、ペトラ修道院、シーモノスペトラ、崖の上にリッチアギウパブル修道院セイントポールズ、スタブロニキタ修道院、 ステイベレナキタ、崖の上にリッチクセノフォンドス修道院、クセナフォンドース、要塞のような外観、オシュグリゴリウ修道院、オシュオグリグリットエスフィグメヌ修道院エスフィグメヌ、セーパンテレーモン修道院セイントパントレマニエス、ロシア正教会の修道院、浅緑色の屋根、要塞のような外観、カスタモニツ修道院コンスタマナトゥこの世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、 以下の条件を満たし、登録された。気候文映像作品。ありがとうございます。